皆さん、バイオリニストの吉田美里です。皆さん、今この大変な状況下で様々な困難と戦っておられることと思います。完璧な人間などいないのですから、お互いに否定し合うのではなく、補い合う世の中になってほしい。補い合うには話し合わないと伝わらないですし、気づくこともできませんよね。できることを増やし、幸せになるために皆さん、幸せの種をまきませんか。私は今住んでいる島根県の感染者が少ない頃に、スーパーマーケットの3密が気になり、勇気を持って市役所へ対策予防と市民への呼びかけのお願いをし、同時にスーパーマーケットへも対策予防のお願いをメールしました。即返事が来まして、実践されました。声が届きました。私も日々ニュースなどを見て、世の中のために発信している方々から勇気をいただいております。皆さん、種をまくことによって収束後、皆さん一人一人の花が咲き、大きく一役を担われますこと、強く強く願っております。私は今できることを一つでも増やし、今しか感じられないことを音にしようと思います。Lives!